人チャンネル。ステップアイステップ。はい、始まりましたけど、はい、で今日は館林にあの、はい、サロン動画を撮りに来てるんですけれども、陸の孤島、はい、陸の孤島に来てます、はい、でも先生、はい、何でしょう今日は。何てめえよ。お、なんだ、ラグラセラなんすか急に。何よ。いや、ワンインチチャンネル始まって、はい、いろいろ振り返って、はい、うんうん、家で見てました。あ、見てたんだ、はい、ただただ殴られていてててて、もうデジタルタトゥーです、それからしたらそう、マジで。いや、消えない、ね、消えない。子供ができた場合、あ、なるほど、奥さんができた場合、はい、一生残るわけよ、うん、あいつがいてー、もう勘弁してっていう、うん、多分100本以上動画あるぜ、うん、デジタルタトゥーの数が半端ないです。全身タトゥーよ。そう、俺はユキオのマッサージ動画が回らなすぎてる。あれもデジタルタトゥーよ。あるでしょ。確かに、再生回数が最近調子良かったのに流れ止めやがって。ただでもアンドストレッチさんはかなり、はい、らしい、好評らしいですよ。らしいです、はい。なのに、うん、あの関係者たちは、うん、東郷先生にしか感謝を言ってない。俺とユキオさんの元々友達だったのに、めちゃくちゃ予約がいっぱいな。何なんだあいつら。何の案件でもないもんね。そうだよ、その恨みもあり、はい、恨みも。いや、なんで俺にあるんだ。なんで俺なんですよ。いや、本当にそのまだ見ぬ我が子のために、ために、はい、今日はなんて、何ですか。だから先生をただただ殴ります。え、だからもう殴られ屋になってください。あ、俺は、はい、僕は殴られ屋をやると。はい、はい、でもう絶対やらないでください。殴り返すのなし、約束してください。はい、俺がただただ殴る。なんでこんなことになってる。いや、だからもう俺がその恥をかいてるからですよ。あ、なるほど、挽回したいんだ。挽回したい、はい、イメージを、イメージを、うん、やられてるイメージを、やられてるイメージを未来の僕のための動画なんですけど。わかりました、はい、協力しましょう、はい。で、何するの、一方的に殴るの。うん、それが多分一番デジタルというか終わってるからね。人として。いや、だから避けていいんでしょ。手は出さない感じにしてください。ディフェンスはします、はい、で、やっぱ先生、早い。俺動き回るよ。動き回るやったら俺できないから。捕まえらんないよ。そうそう、捕まえられんからもうこれです。これ、縛って。縛る、うん、どこを縛るの。足。足をね。お互いの足を縛る。はい、だってこれやったら距離感はこれぐらい。まあ確かに。離れないようにね。離れない、離れない、逃げれない。もうちょっと短くした方がいいかもしれない、うん、ね、はい、それね、アイアンマイケルとシバチハルがやったね。バキー、サラシデスマッチなんですよ、それ。何サラシデス。あのルールだったら暴走族のリーダーも世界ヘビー級チャンピオンと殴り合えるっていうね。あ、じゃあまさになんか似たような。そうだ、だけど見た目はあなたがアイアンマイケル。めちゃくちゃだよ、もう。ぐちゃぐちゃになっちゃう。あなたがアイアンマイケルなのに、なんでしばちはる側なんだよ。先生が殴らんっていうね。殴らん、うん、いいですよ。それでまあ将来ね、もしか先生、うん、食いっぱくれるパターンがあるかもしれないから、ナチに出て、うん、殴られ屋の練習もしてた方がいいかもしれないです。殴られ屋検事に怒られるわ。いやいや、かもしれないです、ね。はい、わかりました。ちょっと今日は本当に殴らせて、まあ、そうですね、ジー君のもディフェンスもうすごく大事にしてるんで、はい、はい、イベージョンって言って、うん、手を使わずにこう避けたり、はい、もちろんブロッキングとかもありますけど、うん、まあ、そういうの駆使してやっていけたらいいなと思います。まあ、突き破りますよ。突き破る、怖い怖い。そのガードも、 もう先生もいい練習になるから。そうですね、まあ、じゃあぜひお願いします。お願いします、はい、やってみましょう。あ、いた。あ、クッションついてるけど大丈夫。これなんで殴って大丈夫だって、うん、それマークハンドが初めてプライド出るときにこんなんで殴っていいのかなって言ってたと一緒だよ、それ。マークハンドの、マークハンドと同じこと言ってるからね。一応つけていい、最悪来るかもね、カウンターが。いいよね。え、いいじゃないですか。でもう俺そのジークンドをちょっと教えていただいてますけど、もうほんまなし。いい、ガムシャラパンツ。あ、でもこれ水で、ここもバーが。え、ガムシャラパンツでいくよ。いいよ。しかもね、つけてなかったら避けてたパンチが当たったりするからね、つけてると。うん、そうそうそう、ヘッドギアに当たるからね。まあいいや、まあまあ、それもやってみましょう、やってみましょう。とりあえずやってみましょう。くそ、舐められてるな。じゃあ俺にちょっと緊張してんのに。何の緊張もしてない。何もストレッチも何もしてないし。ああ、はい、じゃあ縛ってくれ。いいね。もうちょい短くする。もうちょい短くしよう。なんか、多分もうちょっと短い方が面白いんじゃない。近い方がさ、もう一回もう一回どうすかね。近いな。しかもさ、グローブちっちゃいんだよね。ちっちゃい。
早いパンチ。ちっちゃいよこれ、うん、あんまりこれで殴られやんないよね、うん、やんない。ボクシンググローブでやるよね。もっと大きいやつだよね、うん、うわっ近っ。うわっ近いよ。うわ怖い。ちょっと待って。殴らんよね。殴らない、絶対殴らない。これフットワーク使えなくない？上半身だけじゃん。ねえ大丈夫、使えます、使えます。フットワーク使えないことはない。じゃあ大丈夫本当に。おっす。え、これさノリでやってるけどさ、うん、終わるよマジで。いいよ。やばいな。全く緊張してないで、ほんまにムカついてる。ユキオさんがちょっと緊張してる。緊張してるな。人殴ったことないから。殴ったことない。いつも後ろで揉めてるのしかやったことなかったから。よし、じゃあ30秒かかりますね。おし、いきますよ。おし、え、うん、これカバーはいいんだよね。じゃあこうブロッキングをするよ。こういう、こういうのもね。フットワークと、はい、かわしとガードね、はい。じゃあ30秒計ります。おっしゃー、いきます。ゆきさん、いつものね、恨みを晴らしてください。やってやるか。怖い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 。レディーファイッ。おっ、怖い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 。違う違う違う、早い早い早いうちに打った。おっ、反射とは思えないスピードで。もうしない。この人できないよ。もうしない、もうしない、もうしない。こういう人食いっぱくるよ。オッケーオッケー。何そのベタなボケ。天然です。はい、いきますよ。レディー、はい。おお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 ブラジリアン、ブラジリアン喧嘩師。おいおいおい、残り10秒。やばい、ノックアウトパンチ打ってんなこれ。はい、終了。いや、なかなか振ったね。何発か受けましたけどね。やっぱりすごい強いよ。当たらない。当たった当たった。ゆきおさんの空振りがもうね、ボブチャンチンの全盛期の当たったら倒れる。すごい。ゆきおさんもスイッチ切り替えてやったね。遠慮ない。でも未来言ってる。面白かった。初めて面白かった。なんか一発受けましたね、ガンって。やっぱ周りはさ、こう話したいんだけどさ、もうブンブン来るから。すごかったね。反撃がないって分かってるから。でもしっかり人と対したことないから、もうずっと見てますね。俺のことを。あ、とかもうなんかここの時にもう動かれてるのが分かる。もうここではあんま外れるんだっていう、もう見られてるのが。途中ガチで本当に当てに来たよね。当てに来ても、もうこうやった時にはやっぱこっちに動いてるというか。はい、そうですよ、それは。全く俺の体の動きがバレバレやなとは思いました。でもゆきおさん、やっぱり海外の血流れてるんだなと思った。思った。うん、なんかツイッターで見るあの外国人の喧嘩の話だった。バーでやってるやつだった。ブラジルのバーだったよ。ブラジルのバーになっちゃった。いやー、めちゃくちゃ面白かったし、なんか練習になりましたね。だった。いい、なんかそのさ、はい、なんていうの、基本通りのこの動きじゃないじゃないですか。バーじゃないかもしれないですね。逆にそっちの方がね、こう見えづらいっていうか、やっぱ、はい、何が、ね、飛んでくるか分かんないから、どういう軌道で、はい、軌道も変だしなんか、まあ、そうですよね。超楽しかったです。楽しかったけど、もう本当に何度も言うけど、動いてる時にはもう動いて、あ、おらんって言うと殴ってたし。でも止まんないでしょ。いや止まらん。空振りすると疲れるんですよね。あ、そう、すごい。と何度先生が攻撃あれやったら超されてたか。ここら辺いましたもんね。一瞬くっついてた時もありましたもんね。だってユキオさんもさ、うん、もうジャブゼロ。そうそうそう、あの両腕フック、このさ、氷がないんだよね、ダブルフック。だから普通はここで間合いとフェイントとかね、フェイントとかっていう、でも一回もフィットした感はなかったです。なんか絶対抑えられてるし、
距離を縮められてるからなんか。あとね、こういうね、ストッピングが使えたらよかったですよね。ああ、出止めにこういうストッピングも使えたらもっと、うまくこう回れたかもしれない。はい、でも勉強します、もっと。いや、1回目で、一発目でいきなりパンチとかびっくりしました。いや、それ、早かったよ。反対だよ、俺。何ならもう、初代に反応したのか。何にも関係ない。俺、もう不安なんだもん。ちょっとやっぱレベルが違うなと。いやいや、はい。やっぱり、デジタルタズーは続くなって。今回もまたでっかい背中に入ってた。はい、でっかい背中に、相手が攻撃してこないのに、いいことにね。いいことに、振りかぶって殴ったけど、倒せなかったっていうのがありましたけど。はい。もう背中に代表作入ったじゃないですか。いいな。相手何もしてきてない。かっこいいデジタルタズーが。かっこいいの。ちょっとまた強くなって見返したいと思います。はい。またやりましょう。はい。1年後ぐらいにやりましょう。リベンジで。はい。本日は、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。